よろしくお願いします。遺伝研の谷沢と言います。中村研の所属で、植物の、ゲノムナノテーションであったりとか、あとは微生物の、ゲノムナノテーションなんかを、主にやっていたりします。で、今日お話しするのはゼニコ系ゲノムのコミュニティアノテーションということで、まあ9月にアノテーションジャンボリーっていうものを、まあ、やってみまして、まあ、その裏話的なものをちょっとお話をしたいなというふうに、考えています。まあ、一昔前だと、モデル生物なんかをアノテーションするのにみんなで集まって、ワイワイやるっていうのは、まあ、結構あったんではないかなと思うんですけれども、まあ、最近は多分、そんなにあまり機会はないのかなという気はしますけど、はい。まずゼニゴ系ってどういう、植物かということなんですけど、これ、次世代モデル植物として、まあ、今絶賛売り込み中です。まあ、特徴としては、進化的に陸上植物の基部に位置していると。で、まあ、他の陸上植物と共通する遺伝子を多く保持していると。で、ゲノムの冗長性が少ないので、まあ、遺伝子のファミリーなんかが、数もそんなにまあ爆発はしてない。で、生活化のほとんどはまあ半数体、まあ、メスとオスと別の、半数体の世代として過ごすので、まあ、遺伝子破壊なんかを行うと、それが、表現系に出てきやすいとかっていうこともあったりして、まあ、実験的に扱いやすかったりする。ということで、今発生とかまあ進化なんかで、注目をされているという植物ですね。で、ゼニゴ系のゲノムの、今参照ゲノムとして使われているのはバージョン 3.1 といって、これが2015年9月ぐらいに今できたものです。で、論文が2017年ぐらいに、出てますね。で、まあ、こんな感じで、今比較的、注目を受けているので、まあ、研究コミュニティっていうのもだんだんと育ってきていて、2010年から、各年で、マルカンティアワークショップっていう、まあ、ゼニゴ系の研究者が集まる会が各年で開かれているという状況ですね。で、我々のラボでは、バージョン 3.1 のゲノムが、出た時に、ゼニゴ系のゲノムデータベースというのを、作り始めています。で、当初はそのゲノム論文を書くときの、まあ、執筆の支援サイトとしてスタートして、まあ、メディアウィキであったりとか、ウェブアプロ、オンラインのゲノム、ブラウザーで、遺伝子アノテーションの、編集がオンライン上でできるというツールですね。まあ、こういうのを組み合わせて、データベースを作っています。で、2017年にマーポルベースとしてリニューアルオープンし、をして、提供しているという感じです。で、ゼニゴ系ゲノムのこれまでの歩みなんですが、まあ、比較的古くて、葉緑体ゲノムとか、ミトコンドリアゲノム、これは植物としてはかなり初期に決められたものですね。で、歴史は古いです。で、核ゲノムの決定は、まあ、実はだいぶ、後になって、まあ、やっと最近できてきて、2008年からプロジェクトが始動してます。から10年ぐらいかかったんですが、やっと2017年。に、バージョン 3.1 のゲノム論文ができて、まあ、これで一旦一区切りができたという状況に、なっています。で、ところが、まあ、そのすぐ2ヶ月後に、ゼニゴ系のワークショップが開かれたんですけども、ここで、新しい、次のバージョンのゲノムのアセンブリがもうすぐ出てきてしまったと。で、これは、パックバイオのロングリードと、ハイシーを使ったスキャフォールディングで、もう染色体レベルに、決められた、配列が、まあ、すぐ出てきたと。だからまあこれか10年ぐらいかけてシコシコやってたのが、まあ、多分半年とか1年ぐらいの間で、ほぼ染色体につながった、ゲノムがまあできてきたというような状況ですね。で、今、この新しいゲノムに関しては論文を投稿しているという段階になっています。で、まあ、こんな感じで新しいゲノム、参照ゲノムが出てくるという、ことになったので、ゲノム、アノテーションジャンボリーやるという感じになるんですね。ゲノムの情報ですけど、ゼニゴ系は比較的ゲノムサイズ小さくて220メガ塩基ぐらいですね。染色体の数が、
常線食体8本と生鮮食体が1つという感じですね。で、9月に仙台でゼニゴ系ワークショップが開かれまして、その3日目にみんなでこう集まって、新しいバージョン 5.1 のゼニゴに対して、まあ、アノテーションのブラッシュアップを行おうということで開いたというのが目的です。で、まあ、やるにあたって、アノテーションジャンブリーも、まあ、なかなかやる機会はなく、私としてももちろん初めてだったので、まあ、いろいろ、まあ、いろんなことを検討しました。まず、誰が一体参加してくるのかというのは、最初、ほとんど予想はつかなかったですね。まあ、参加者のレベルはおそらくまちまちであろうと。まあ、教授、まあ、大御所みたいな人も、来ていれば、あとは学生さんみたいな人もいるし、まあ、普段からゲノムブラウザーとかを見慣れてる人もいれば、そうではない人もいるだろうと。あとはおおよそは何人ぐらいかっていうのは目処はついていたんですが、正確には分からないと。あと、何やるか分からないで参加してる人もいるという、まあ、学会の3日目にオプションとしてつけたので、まあ、とりあえず参加するか的な人も、まあ、いたような感じですね。だから、まあ何を対象にするかというのは結構悩みました。で、アノテーションといっても、その遺伝子の構造をアノテーションするのか、まあ、機能を、同定するのか、あるいはその文献情報と紐付けるのか、まあ、いろいろ、あったりして、まあ、何をやるかというのは、考えないといけない。あと、まあ、全部で2万件ぐらい遺伝子があるので、全部は見切れないと、優先順位をどうつけていくか、まあ、そういったことを、検討しました。あとは、条件的なものですね。いつどこでやるか、事前にみんなでこう見てもらった方がいいのかとか、まあ、会場のネットワーク環境どんなものなのか。で、終わらなかった場合には、まあ、多分お持ち帰りになるんだろうな、みたいなことをまあ考えていました。あとは、まあ、一番大事なのは どうやってやるかという感じですね。参加者レベルがまちまちですんで、まあ、初心者でも参加しやすいような形にしなくちゃいけない。あと、まあ、どうやってその参加者がアノテーションした結果を集約するかっていうのが、検討課題でしたね。で、結局、まあ、何をやったかということなんですが、まあ、一言で言うと、機能の方は、まあ、一旦置いといて、遺伝子モデルの構造の、見直し、それに注力したという感じですね。まあ、ちょっとかっこいい言い方をすると、実験データをうまく反映できない遺伝子モデルが存在するので、人が見て実験データと遺伝子モデルの整合性を取るというようなことを目的に、やりました。で、作業は、ウェブアプロというオンラインの、ゲノムブラウザを使って、そこで修正を行ったと。で、得られている実験データとしては、アイソセック、パックバイオから得られたフルレングスのトランスクリプトの配列があるので、まあ、そのマッピング結果との、整合性を見る。それから RNA-seq の、発現パターンとの、適合性。あと、転写開始点を示すその KG の、データがあったので、まあ、それを使って、転写開始点を、まあ、同定というようなことをやっています。まあ、ここに実際に、説明で使った時の図があるんです。一番上に2つ出てるのが、すでにあるアノテーションされた遺伝子のモデルですね。で、その下に2つ並んでるのが、アイソセックから得られた、フルレングスの、トランスクリプトの配列と。で、RNA-seq の発現パターンがあって、ここにシグナルが出てるのが KG のデータですね。で、見比べてあげると、どうですかね、2つ目の遺伝子モデルとこの2つ目のアイソセックの配列は、まあ、結構、一致していると。だから、まあ、ほぼこれに関しては修正する必要はないと。で、ところが、上側の、遺伝子モデルを見てると、まあ、どうも、この部分で5ダッシュ側が途切れていて、なくなって、途中から始まっているんじゃないか。で、ケージの、データを見ると、まあ、どうも2箇所ぐらい
大阪支店の候補がありそうだなということが、分かる。まあ、なのでこの上のモデルが修正する必要があるということで、このアイソテック の、そのマッピング結果を使って、まあ、こいつを修正してあげるというような、作業を、参加者にやってもらったというような感じですね。で、まあ、全部で2万件あるうちの、全部は見られないので、優先順位をつけて2000件ぐらいをピックアップしてそれを参加者にやってもらうことにしました。で、まあ、アイスセックがあると、まあ、かなり、まあ、初心者にも分かりやすいというか、まあ、かなり、エビデンスとしてはかなり信頼できるものになるので、まあ、アイソテックのデータが得られている遺伝子を中心に集めたという感じですね。であと参加者もどんな人が来るか分かんなかったんで、積極的に参加してくれるアクティブパティシパントにはあらかじめ1人当たり30から40個ぐらい遺伝子を割り振って、まあ、それを作業してもらう。であとは気軽に参加した人をカジュアルパティシパントと呼んでましたけれども、まあ、任意で興味のある遺伝子をチェックしてもらうというような、まあ、2つのカテゴリーに分けてやってました。で、まあ、作業記録は、まあ、簡単に使えて、まあ、準備も簡単だということで、まず、こういうふうに編集したということをGoogle のスプレッドシートに、記入して、やってもらうという、感じで、やりました。で、まあ、これは作業が終わった後にその Google スプレッドシートに記入した時の例なんですけど、まあ、結構編集した内容っていろいろあるんですね。まあ、単純にこの遺伝子のエクソンを1個足したみたいな場合だけじゃなくて、まあ、そもそもこの遺伝子は、必要ないから消してしまうとか、新しく、アイソフォームを、付け加えるというような場合もあったり、あるいは2つ遺伝子があったらそれをマージしたりとか逆にスプリットしたりするっていう場合も、まあ、いろいろ、あって、まあ、逆にちょっと、パターン分けすぎて分かりにくかったかなというのは、まあ、反省点もありますが。まあ、こんな感じで、どういうふうな作業をしたかっていうのを、記録を、残してもらいました。まあ、流れとしてはこんな感じですね。まず最初に自分が割り当てられた、遺伝子をスプレッドシートの中から見つける。でそれを、ゲノムブラウザー上で編集してあげる。で、遺伝子 ID を間違えないように記入して、で最後にスプレッドシートにやったことを記入するという流れです。というような感じで、実際やってたのが9月19日の午前中3時間ぐらいですね。前半の 1.5 時間ぐらいは、デモンストレーションを、行ったのと、あとはいきなり本番データでやってで、変に編集されると困るのでダミーデータで最初練習をしてもらって、で後半の、1.5 時間で本番データを使って作業をしました。で、参加人数が、53名が、アクティブパティシパントとして参加してもらいました。まあ最初はそのアクティブにやってくれるのは学生とか、まあ、比較的若いポスドクさんなんかが多いのかなと思ってたんですけど、結構大御所っぽい先生も、参加して楽しんでくれたかどうかは分かんないですけど、やってくれたようです。あとは、まあ、自分はこういう遺伝子に興味あるから集中してこういうの見たいっていうことで、まあ、カジュアルパーティシパントとして参加して、まあ、好きな遺伝子を、まあ、適当に見るっていう方たちもいましたね。あとラボに帰ってから他の人に呼びかけて、参加してもらったっていうような、その遠隔とか自己参加の人たちもいました。で、まあ、全部で2473件ぐらいの遺伝子モデルの修正を行ったという感じでしたね。
かで、これが実際の写真ですね。で前半は、まあ、こんな感じでスライドを使って、作業手順なんかを説明して、で後半は、各参加者それぞれが、ゲノブラウザにアクセスして遺伝子モデルの修正を行うという時間でした。で、サポートスタッフは、うちのラボから3人と、あと、まあ、他のところからも2名ぐらい手伝ってます。まあ、全部で5人ぐらいが、机の間をぐるぐる回って、やり方が分かんない時にサポートしたりなんかしてました。まあ、あとこの辺はちょっと細かい話なんですが、まあ、どんな遺伝子を修正したかというような例ですね。これは一番上にあるのが既存の遺伝子モデルですね。で、この下3つ、出てるのがアイソセックで得られた、フルレングスのトランスクリプトで、違いを見比べてあげると、まあ、1箇所この部分に、スプライシングのあるなしで違いがあるというような、という違いがあります。で、マッピングのバグのデータを見てみると、スプライシングしているものとしていないものはやっぱり、まあ、混在しているだろうということで、ですので、この場合にはこの2つ目のスプライシングのないパターンを新しい新規の遺伝子として付け加えるというような編集作業をしたという、そういう例ですね。で、これはちょうどさっき最初の方のスライドで説明したのと同じ遺伝子モデルですが、このゴダッシュ側が欠けているので、そこの部分を修正してあげるというような例ですね。これは RNA セットのアライメント結果をアークビューっていう、 こう形で図式化してあげると、まあ、ここでその青い方と紫の2通りのスプライシングパターンが、あるので、まあ、少なくとも2つ遺伝子モデルがあるだろうなということが、分かります。あと、まあこの3つ目の例は、まあ、2つ別々の遺伝子としてアノテーションされていたけれども、アイソセックで見ると、まあ、実はそれは1つつながった遺伝子だろうという、まあ、そういう結果ですね。マージした例で、逆にこれは2つを、1つの遺伝子モデルを2つに分割して、まあ、こんな感じのことを、ゲノムブラウザーを見ながらやってもらったという感じです。で、まあ、あとは実際やってみて、まあ、どうだったかといういろんな、まあ、所感ですけれども、まあ、心配していたネットワークの速度とか同時接続数の問題は、まあ、やっぱり、50人60人ぐらいで、やるとなかなか大変でした。特に、RNA-seq の生の BAM のデータなんかは、まあ、ほぼ、表示不可能ぐらいな感じで、ちょっと、まあ、その辺のトラブルがありました。あと、準備がやっぱり、大変でしたね。日本からだけではなくて、まあ、海外からも参加してきてくれた人がいるので、操作マニュアルを英語と日本語それぞれ用意したのと。で、練習用のダミーデータと、あとは、まあ、当日、ウェブサーバーがアクセスしすぎで動かなくなった時に、念のためバックアップ用のウェブサーバーを用意したというのもありました。で、まあ、参加者のスキルは予想通り、まちまちでしたね。初心者に関してはまあ想定通りで、初めてやる操作をするような人も、いました。で、あとは、そうですね、一部の参加者に関しては、まあ、非常に貴重な知見を有しているなというのは改めて感じましたね。特定のその遺伝子群に関して、まあ、自分は過去にこう実験やって、その遺伝子のこう配列手元に持ってるんで、それ全部チェックしてあげるよみたいに申し出てきてくれた人も、いたりということですね。だから、まあ、エクスパートに対してはそのチェック対象の遺伝子を限定しないで、まあ、自由に見てもらった方が、モチベーションも上がるのかなという気も、します。
あと、それからですが、参加者によるアノテーションをチェックする必要があるなと。まあ、レベルがまちまちなので、まあ、どういうことをやってるのかっていうのが、ちょっとこちらでも把握してないと、それを全部反映させて、公式なアノテーションとしてリリースできないので、まあ、結局チェックをしないといけないなという感じがあります。で、まあ、このチェックするときに参加者がどういう意図を持ってこう編集したのかっていうのを、推測してそのチェックしないといけないんで、まあ、実は、かえって時間がかかるんではないかなっていうのもあって、まあ、そもそも、2、3人のエキスパートで集中的に見た方が、早いんではないかなという、まあ、それを言い出すとやった意義がなくなってしまうので、意義としては、まあ、コミュニティとしてアノテーションに参加するという、まあ、これは、やった甲斐があったなというふうに、感じて、これ参加者から後でメールでもらったやつですけども、まあ、これまで白犬などを使ってきて、アノテーションはすでにある状態を当たり前のように感じていたけれども、使い勝手の良いゲノム情報リソースを作る背後には膨大なお仕事があることを実感しますというような、まあ、感じで、まあ、ゲノムもその元々あるんではなくて、まあ、だんだんとこうアノテーションを育てていく必要があるというのが、分かっていただけたのではないかというふうに思って、まあ、そこに意義を見出したいなというふうに、考えています。で、それから、まあ、みんなで見ても結局わからないものはわからないなという、ものがあります。だから、どこまで、やったらいいのかと、まあ、これも、やっぱり、やろうと思ったらいくらでもやることはあるんだけれども、やりきれないですね。まあ、例えばの例ですけれども、転写回転の方法は、割と複数あるのでは、まあ、複数あるような場合にそれをどこまで、拾い上げるかっていう感じですかね。これはアイソセックだと3つぐらい、データが得られていて、まあ、転写回数3つぐらいありそうだと。で、ケージのシグナルでも4箇所ぐらい、転写回数がありそうだな。まあ、どれを、取るべきか。それから、まあ、翻訳回数に関しても、まあ、どれを採用するべきかっていうのは、まあ、ちゃんと考えていくと、まあ、本当は考慮しないといけない。そして、レアなスプライスバリアントをどこまで考慮するかという、ケースもありますかね。これだと、まあ、2つ遺伝子モデルがあって、ここの最後から2つ目のエピソードに関しては、なくなったり入っていたりというような感じで、スプライシングの、バリアントがあるんですが、まあ、多分このぐらいだったら、反映させておいてあげてもいいだろうなというのがあります。ただ、もっとレアになってきたときにどこまで対応するか。まあ、今これスプライシングの箇所、1箇所しか違いがないですけど、2箇所スプライシングの違いがあったら、2×2 で4通りのパターンとしては存在して、まあ、3箇所、スプライシングのパターン違いがあれば、まあ、理屈としては、8個、遺伝子モデルが存在することになるので、まあ、どこまでそれを、やればいいのかっていうのは、まあ、やりきれないなというところはあります。ただ、まあ、こんなふうに、結局決められないものはあるんだけれども、まあ、将来、誰かが、まあ、これを見直したときに、まあ、複数可能性があるなというのが、分かって、まあ、その時に、解決すればいいのかなというような気もしますんで。まあ、どこかで、まあ、経理をつけて、どっかのタイミングで、まあ、リリースをしないといけないんだろうなというふうに思ってます。まあ、こんな感じでちょっと取り留めのない話、でしたが、まあ、まあ、9月に、ジャンボリーをやりまして、まあ、10月まで締め切りをして、で、今、それをこちらで再度チェックをして、
まあ、年内か年明けぐらいに新しくリリースをしたいなというような感じで考えています。はい、以上です。